3×5 は助けてドラえもん、ジャイアンが動かなくなった。鳥類哀れみの霊、第5代将軍徳川綱吉が出した命令、もうのび太さんたら死刑という厳しい法令だった。のび、今のびの頭の中で直接話しておる。廊下に立っとれ。生きた食パンマンからもぎってきたので裏は見せられない。死ぬやつ、味の4次元ポケットや。この後ジェットコースターで殺人。もうそれしか思いつかない俺が憎い。一番後ろの席にのび太。黙れのび太、口の利き方には気をつけろ。君どうしたの、ずっとここに立って。え、昔ここに廊下があった。ロシアンルーレットなんて言ってごめん、前段に玉込めてたんだった。出来すぎは僕がやる。俺は歌で護衛するぜ。ドラさんが出ることないっす、僕が。のび太のくせに生意気だぞ。お風呂お風呂。母ちゃん俺だよ俺。あ、ジャイアンかい。母ちゃんは俺のことたけしって呼ぶんだよ。お前誰だよ。ジャイアン、のび太の友達。力持ちでちょっと乱暴。脳科学の観点ではジャイアンの行動が薬物依存者に酷似している。すげえ迫力。まるで違う世界にいるみたい。返せ。なんだとすねよこれ。二人で一緒に作らない。何を。赤ちゃん。ドガ、殴るわよ。感動の刹那、のび太は恐怖した。ドラえもんの体重は130キロ弱。これが向かってくるのだ。どうしてどうして。あんまりだあんまりだ。あ、ついに国籍剥奪。ブラジルへ引っ越した水野くんと声の頼りを交換してるんだ。懐かしいわ。国際電話って知ってる。服部くんは忍術が使えていいな。それ漫画だよ。本当。実験とはいえバカな国も大変でしょう。これだけデータも集まったんです。本格的に量産を考えてもよろしいのでは、のび博士。ああ、ドラえもんあいうえお作文。ドクチラチュエチュモンダミン。ガイ、巨大なネズミ。コア、キッシー。ネズミじゃない、ハムスターだ。そのリアクション待ってた部分もあるけども、固い決意を示す瞳、キリリと結んだ口、ぐっと反らした胸、自信に満ちた足取り。またか。またね。半年に一遍ほどの割で発作的に決心するんだけど、今度は1週間続くかしら。あの様子じゃ2、3日ね。でも2、3日でもやろうと行動することが大切よ。やろうと思っても行動できない人の方が多いんですから、否定せず応援しましょう。ワンワンキャン。ワンワオン。ひゃ、何をする。待って、許してごめん。足あえ。コンコン、こんにちは。な、なんだ、2階のお客なんておかしいな。ジャイアンのうちはここかね。キャー、バカだね。こんな初歩的な現実にかかるんじゃないよ。出来すぎさん趣味でお料理作るんですって。試食して批評を聞かせてよ。おい、こっち来い。アメンボだ。ブリ、僕も浮かんでみたいな。もしもボックス、一種の実験室なんだ。もしもこんなことがあったらどうなるかということは見せてくれる。ベッキーの不倫がバレ、スマップが解散騒動を起こし、管理大臣が辞任し、清原が薬物所持で逮捕されたら。リリリリリン。多分よく覚えてないけど、とっても楽しい出来事ばかりあったような気がするな。そうなんだよ。よく覚えてないけど、いろんなところに注射の跡がたくさんあるんだよな。出来すぎ秀俊、学業優秀でスポーツ万能かつ誠実で容姿端麗な優等生。静かと仲が良くのび太のライバル的存在でもある。いや、どう考えてもライバルという表現はおかしい。ポト、何か字が書いてあるわ。今日は2回お風呂入りましたね。脇の部分の洗い方が不十分だから丁寧にね。のび太、喧嘩で武器を使うなんて卑怯よ。のび太さんおかしいわよ。一体どうしたの。そんなのび太さん私大嫌い。いつも見てみぬふりの君たちの方がよっぽど卑怯じゃないか。カナリアのピーコちゃんがあんまり騒ぐので部屋の中を調べてみたら、なんとストーブのガス管が外れていたの。危なかったな。気がつかなかったらガス中毒になるとこだったね。なんかむしゃくしゃしたから、その夜は焼き鳥パーティーにしたわ。あなたはクレーマーです。ドラえもんに関することで文句を言ってください。模型ボックスあれば他の道具いらないだろう。のび太が侮辱されたということは僕が侮辱されたと同じだ。金髪修正しよう。金髪修正しよう。スネオさん、のび太さんの左目を道連れにするなんてあっぱれな最後だったわね。まあね。正解だ。廊下に立ってなさい。泣くなよ。僕が未来の旦那と分かってくれいで。ジャイアン、それ誰のこと。誰。ほら、高田たけしだよ。体のでっかいいじめっ子。同級生で近所に住んでる。記憶が残ってる。どが。